が一番生きてるか選手権。サイです。ゲータです。登録者数80万人を超えて街を歩けば僕らもまあ気づかれるようにはなってきましたね。ありがとうございます。地元だけな。そんなことはないと思う。あ、そう。うん。でまあコントでは女装を着たりとか、はい、おじいちゃんの服を着たりとかしてるけど、プライベートではどんな服を着て生きてるのかをちょっとお見せしたいと思います。気になりますね。でルールは。イキリポイントを一番多く獲得した人の勝ちで、一番イキリポイントが少なかった人には罰ゲームがあります。あら、一週間鬼出さなコーデで生活してもらいます。うわやだ、めっちゃやだ。もうそれは準備してあるから、はい、じゃあ早速始めていきましょう。はい、イキリ選手権スタート。エントリーナンバーワン、ダイ。好きなタイミングでどうぞ。お願いします。あ、じゃあ行かさせてもらうわ。はい、行きますよ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。かっけえ。はい、こんにちは。まなみちゃん、まなみちゃん、生きてる。黒金。だいぶ生きってるでしょ、これは。これは強い。これはちょっと、もう勝てないんじゃない。いや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 、このチャックの輝きよ。この輝き見て。もう全部黒金で合わせてるから。まあ、でも統一感もすごくあって、うんうん、変じゃないでしょ。変じゃないんじゃない。そうなんだよ。ただ、うんうん、隣を歩きたくないっていう。なんで俺らも生きってると思われる。いや、そうそう。いや、でも生きるんだよ。生きってなんもなんだよ。これはね、ちょっとね。なるほど、なるほど。これかっこいいっすね、でも。じゃまず金額から聞いてっていいですか。下から。下から行こう。じゃあ、はい、この靴。はい。こうね、分かりづらいけどね、あの、プラダなんですよ。ちょっと生きてプラダなんですよ。生きてんなー。だいぶ生きてる。靴がですね、あの14万。うわー、生きてる。かっけー。まあ、ズボンはね、全然普通よ。ディーゼルかな。うん、でも多分2万ぐらい。はい、これトレーナー。それ何？ベルサーチ。あ、それもベルサーチなんだ。これもゾーンだよ。あ、そうなんだ。そう、あの、生きりポイントとしてはこれ、そんな高いのっていう値段。はい、7万ぐらいしか。これで7万っていうのが、ちょっとあの、生きらしてもらって。はいはいはい。刺繍入ってたわけじゃん、あれ。ねえ。そうだよ。だからユニクロって言ってもわからないよ、俺。そうだよ。だけど、なのに、7万っていうのが、生きてんの。はぁ。なるほどね。はいはいはい。で、これもベルサーチ。これが多分11万ぐらい。たっけ。11万かっ、えぐ、はい。いや、でもかっこいいね。かっこいい。うん。大らしい、はい、本当に。これ見て、この指輪。うん、虎です。虎の指輪です。もうこれ優勝止まらないよ。虎は生きる。虎はやばいよ、マジで。これが4万ぐらい。うん、はいはいはい。で、はい、もうみんな気になってると思うけど、首輝いてないみたいな。なんすかそれ。この輝き、バレンシアガの、うん、はい、ネックレスで。うおい、かっこいい。12万ぐらい。はい、やりすぎだよ。あとなんか身につけてもね。あ、サングラス。サングラスは2万ぐらい。あ、まあ、高いよ。まあ、このね、ちょっと青がちょっとイキリをね、演出してるよね。ちなみにそれ合計はどれぐらいになるんですかね、じゃあ。60いかないぐらいじゃないかな。多分。60いかないぐらい。多分ね。やりすぎじゃない？やりすぎだよ。自分でも分かってるよ、お前。これでお前そんなすんのってなってるけど。やべえな。だいぶやってますね。これ勝てねえぞ。これやばいな、マジで。多分背景今ね、歌舞伎町の夜とかになってるから。なるほど。うん、まあそうだね。テーマはそういう感じやね。ホストの経営者とか。ああ、そっちだね、そっちだね。なるほどね。質って何？終了？まあこんなもんかな。ありがとうございました。ありがとうございます。エントリーナンバー2、ケータ。閉めてもらっていいですか。閉めてもらっていいですか。ちょっと生きりすぎて閉めれてないですね。生きてるわ。なるほどね。生きてるわ。どうも。え、なんかね、おしゃれなんで普通に、うん、違う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 。金額からじゃあ。あ、じゃあ分かりました、はい、金額ね、はい、まず金額、じゃあ足元から、はい、これバレンシアガ、はい、バレンシアガ生きりポイントです、はい、バレンシアガの、ちょっと待って、はい、バレンシアガ生きりポイント、バレンシアガに失礼。生きてないからね。で、まあバレンシアガなんですけど、これ靴13万円でございます。おー、はいはいはい。この3番、2500円。えぇ、2500円。えぇ、
やる気ある。短パンはちょっと安いな、ごめん。いや、コーディネート的にな。まあまあ、で、はい、インナー、これインナー2万、これ2万です。ああ、まあ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 、まあ、インナー2万、はい。なんか台のやつあった。いや、これうわー、いいっすよ。で、で、このこれ、はい、これまずこれ5万5千円、これ。ちょっと待って、ね、やる気あるよ。いやいや、金額だけじゃね、金額ポイントはあるけど。まあまあまあ、そうだね。そうそうそう。で、こう5万5千円ですね、はい。で、これバレンシアガのこのカバンね、はい、これ5万、はい、指輪、これ指輪、どこのやつ、これエルメスです。これ7万です。あー、まあ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 、ちょっとそんなもんなんだ。そうだよ。で、サングラス2万、はい、帽子、1万5千円。あ、まあ、帽子にしたら高いかも。そうなんですよ。確かに確かに、ニット帽にしたら高いな。あ、ネックレスはそれ。あ、これごめんなさい、これネックレス、グッチです。これグッチがこれ3万、はい、これ3万。あ、まあまあ、ポイント的にはまあ、この時期もう寒いじゃないですか、はい、寒いのに短パンっていうね。いや、それやっぱさ、ただバカだな。短パンと違う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 、短パンと、あとやっぱさ、この短い短パンね、はい、この膝を出す短パン、はい、これヤリラフィーしかできないっす。いや、まあそれはね、まあ、まあ、ヤリラしかできないっす。この色の服見て、これの緑、結構みんな割とさ、まあ大人になってくると白とか黒でさ、うん、まあ合わせることが結構モノトーンで合わせることが割と基本になってくると思うんだけど、まあ俺ぐらいになるとこ緑いっちゃうよね。でも原色の緑ではない、なんかね、ちょっとおしゃれ緑、ちょっとおしゃれな方を知ってるから。で、まああと統一感としてはこの緑でしょ、これ緑でしょ、で、バレンシアがバレンシアがみたいな感じでこう統一感をね。まああと、あと、まあ、気づいてないと思うんだけど、あと一つなんか気づかないことないですか。すね毛濃い。あ、違います。脇毛濃い。違います。映ってないです。靴下が長い。いや、惜しい。靴下が左右違う。正解。それは違う、本当に間違えただけでしょ。これ色、よく見たら色違うんですよね。え、それはね、そういう風に売ってんの。え、違います。いや、もうマイナスだよ、もう減点だよ、これ。え、イキリですよ、これも。と、まあ全体的にイキリは結構イキってるんですか。でも、ただサングラスかけてわーって、イキってないですか、全然。これなんかパッと見が別にイキってると思わないんだよね。普通におしゃれな人なんすか。いや、結構イキってると思うんだから。だって短パン2500円って、いや、金額が全てじゃないか。で、言っていい、じゃ全体金額言っていいっすか、これ、はい、俺40万はします、これ。でも13万、5万、5万5千円、1万5千円、7万、3、これ3万で、全部で40万いくかいかないかぐらいするんですよね。金額、生きてないって言いますけど、十分生きてますからね、これ。まあ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 、世間一般からいくと。まあね。そうですよ。ありがとうございました。なんか言いたそうだけど、また。やばい気がするな。エントリーナンバースト3、タッカー。お願いしまーす。うわ、やれたよ。やってるわ。なるほど、そっちね。そっち系で。地域ですね。お待たせ。うん。なるほどね。想像したらあれですね。いや、やっぱ一ついいですか、はい、僕から。私服なのか。あ、今回は生きてる選手権なんで。私服でも、もしなんか高級ホテルのディナーとかに行くってなったら、はい、俺はこれ着ていくと思う。いや、そうなんだよね。なるほどね。ちょっと生きるんだよな。生きりたいな。これ金額多分ね、化け物だと思うさ。いや、小物じゃないからね。まあ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 、そうだね。じゃあちょっと靴から行きましょうか、じゃあ。靴はですね、これマグナーニっていう革靴のブランドです、これ。1枚の革でできてる靴。はい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 。この靴はでも5万。おら、意外にそんなとんがってる割には、うん、って感じだね。靴下これ多分3000円ぐらい。はいはいはい。でも赤いってのはちょっと生きてます。ちょっと生きっぽいです。ちょっと生きっぽいではあります。このスーツ上下で多分50万。うわー、すげーはいってるな。50万ぐらい以上はいってます。いや、してますね。柄が入ってます、これ。あ、そうなんだ。ただのスーツじゃなくて、こう分かるかな。あ、ほんとだ、英語みたいに書いてある。そう、この柄がね。ああ、なるほどね。シャツはこれディオールで。あ、ハイブランドお兄さん。ちょっと近づいていいですか。いや、来ないでください。いや、近づいてください。やってください。カットします。ここ鉢、鉢がね、鉢のバッチが、この鉢イキリっぽいんです。はい、え、金額はこれ、シャツ10万え、シャツで10万シャツ10万え、シャツで10万お前、アタオカよ。ネクタイは、あ、ネクタイこれ全然安い。これザラだから多分。ああ、まあ。2、3000円。はい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 。ベルト？ベルトこれ、ラルフ・ローレンの、これケイタに買ってた。あ、これ俺が買ったやつ。そう。かっこいいね。いや、そのなんかちょっとジャンルが若干ね、ちょっとパーティー用みたいな感じの。いや、難しいな、これ。これむずいな。ただ、
イキリだからね、うん、アピールポイントはまあ落ち着いたスーツだけど靴下が赤でワンポイント色ついておしゃれですよ、うん、なるほどね。そのパッと見別にさ、そうなんだよ、そう、そこなのよ。私服ですって言ったらイキってるけど、そのちゃんとしたとこに来たら、いや、イキってるかって言われたら、だってもっとさ、イキってないよな。クラッチバッグ持っちゃったりね。そうそうそう、クラッチバッグやったらちょっとイキってるかもしれないけど、なるほどね。イキるって言うと、いや、どうなんだろう。確かに金額ぐらいだね。これは難しい。ちなみにこれは確かマナル隊が10億回再生突破した時の思い出に俺ずっと欲しかったです。買ったんです。はいはいはい。あ、でもそういうとこはすいません、あの採点に含まれないんで。含め、はい、て、いや、イキってないそれ。あ、それ、いや、減点、減点です。アピール減点します。いい話は全部カットなんで。イキリアピールポイントしていいですか。あ、いいっすよ。この服着て人いっぱい殴りました。いや、それちょっとね、そう、寒いわ。寒いわ。ちょっと余計ない。え、マイナス。イキリエピソードは入んないの。え、だって嘘じゃん。お母さんいっぱいパンチ。うわー、もう全然言った。やばいやばい。これやばいぞ、お前。あ、これ着てテキーラ一気した。はい。もうダメだ。あ、ちょっとこれ、あ、これやばいね。これちょっとやばいぞ、なんか。やってるかもしんないな。ありがとうございました。結果発表。いや、生きてたね。世間一般から見たらかなり生きてる。いや、生きてたい集団です。激いた集団です。じゃあ台から言おう、はい、台の合計点数は30点満点中24です。あら、 24、 でも高いんじゃない。なるほど。じゃあ俺いきます。台の合計点数26点。おお、かなり合計点数50点。はい、よいしょ。これだって60点満点中50点。これは強すぎ。これはちょっと勝てないと誘いましたね、俺は。はい、じゃあケイタいきます。やばいな。30点満点中11です。ああ、まあまあ、でも低いな。そうなっちゃうよね。低いな。ケイタさん、はい、30点満点中16です。おお、まあ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 、合計27。はいはい。僕の合計点数お願いします。タッカさんの合計30点満点中17です。おぉ、1勝ってる。ちょっとやっぱね、17、金額が確かに、そう、そうだね、生きてたね。じゃあ、いきます。はい、タッカさんの合計点数13点。おぉ、27、俺27、30。はははは、3点差。いやー、ちょっと、はい。ということで、第1回生き選手権優勝はダイでした。ありがとうございます。そしてビリー、罰ゲームは残念ながらケイタです。これかよ。じゃあ罰ゲームの服に着替えてもらいます。はい、はい、じゃあケイタさん、お願いします。いいですか。はい。なんか喋ってたよ。おー、さっきよりいいんじゃない。やっぱね、こんな感じなんですけど、あの、このね、パーカーね、この裏がこれ紫。ちょっときついね。しかも、この4本あるんだよね。そうそうそう。中学生ファッション、中1ファッション、これチャック閉めてよ、それちゃんと閉めてね、上まで。いや、こんな服どこで買ったって感じだよね。こんな感じですね。はい。ああ、いいっすね。じゃあ1週間ケイトはこの服着てもらうんで。マジ嫌なんだけど。ちゃんと着てるかは視聴者さんも分かるように、インスタのストーリーに毎日着てますっていうのをあげてください。誰、マジそれ。いや、罰ゲームだ。誰すげえ。そのこの何、上だけ着てて部屋着で短パンとかあるんですか、それ乗せるときに。ダメです。ダメですよね。だって常にこれ着てないといけないってことですか。はい、お風呂とか入るとか以外ね。はい。じゃあ、行ってくるわね。バイバイ。イエーイ、自由だ、自由だ、よっしゃー、俺様は自由だぜ。あいつらが留守の間にたくさんトラップでも仕掛けるか。よっしゃ。ただいまー。わー、あー、あー、あー、最高。大丈夫。次回、留守番中にトラップ仕掛けてみた。チャンネル登録して待っててくれよな。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど
どちらかというとこの歌は楽しい方かな。サンバー